径の 1400cc、1600cc の高性能パッションエンジンを搭載。また。1970年モーターショー、自動車メーカーが装いを凝らした年に一度の華やかなデモンストレーションである。だが現代人の夢と憧れとため息に支えられてきた自動車産業が、その人気に酔っていられる時代は去ったよ。70年代を迎えた自動車産業が、好むと好まざるとにかかわらず直面させられた新たな試練がここにある。世界的な市民運動、消費者運動の中で高まってきた公害安全問題。それは交通事故の激化、排気ガス、スモッグなど過密社会に生まれる諸々の現象となって自動車産業に大きくのしかかっている。無公害車、安全車の開発は自動車産業にとって今や至上命令でもある。60年代後半、我が国の自動車生産台数は世界第2位となり、そして保有台数およそ1700万台、生産保有台数とも1位のアメリカには遠く及ばない。狭い国土の中での普及率は平地面積あたりにすればアメリカの3倍近い伸び続きである。その自動車の成長に伴って社会生活のあらゆる分野が生まれ変わり、産業経済の発達、都市構造の変化、生活文化の向上、そのダイナミックな発展は戦後の日本経済成長そのものの姿でもある。